吉野さん、まさに自分のその思考を疑わなくてはいけないんですよね。詐欺だと思ったものの中に宝があって宝だと思ったものの中に詐欺がある。まあ、このせめぎ合いなんで、うん、自分は大丈夫と思ったら本当に大丈夫かっていうふうに疑わないといけないしもう今までね100人にお金貸してきて1回も帰ったことないんでもうお金貸しませんって言っても101人目は別の人格別の人ですからね。いやいや次の人こそいい人じゃないかな。 まともなお金を返すじゃないかなっていうふうに自分の今までの人生経験と判断を疑うっていうのも新しい道を探る上でひょっとしたら重要なことかもしれないですね。そういうことがいろいろあってうんいってらっしゃい。